はい、参りました。じゃあ、いけるか回して。カット1、トラック2、本番。よーい、はい。困ったわん。なし。困ったわん。なし。困ったわん。え、何言ってんのお前。はぁ、やらせといてなんだよ。いや、もうそろそろやめろよ。笑ってんじゃねえよ。おい、やめてくれよ。困ったわん。はい、カット。カット。いや、なんでこんな長い、はい、びっくりした。どうでしょう。この二人付き合っているのに、マカダミアナッツ好き。名前も呼べない。ありがとうございます。ごめんなさい、崩れたかな。手もつなげない。キスもできない。そんな二人のミラクルリズストーリー、映画アニ友。ある日、兄の友達が家にやってきて。西野ソダです。奥手な女の子マイは壁越しに聞こえた一言で、妹さん可愛いな。意識しちゃう。なんか溝落ちのあたりがこそばい。壁越し鈴抜けラブ。好きでいてもいいかな。この人です。え、俺が今日好きになった人。俺ガンガン行きますから。三角関係勃発。今から俺の行きつけのドッグカフェに行ってこい。こんばんは。ちょ、アーキ。女の子の言葉にできないラブサインを決して見逃しちゃいけないのさ。あの違います。俺たち、ごめんなさい。七瀬さん、七瀬さん泣かせるなんて俺絶対にしたくないのに。あいつのこと諦めんのかよ。七瀬さんが一生好きだ。私の、俺の、生まれて初めての両思い。